疑問ないけど、もともと仲良かったんですか、そこって。3人、ルルは2人とも初対面、今日初対面で、男性の方も男性の方も僕、ニューヨークは京介部、そう、で、それ以外初対面なので初めてばっかりです、皆さん、今一緒になった人ばっかり、うん、ね、うん、不思議やもん、このねマジで、でもマジで絶対楽しい、うん、ね、また何か来た、何ですか。本日は夏ソング制作に向けて合同ボイトレを行います。事前にデモ楽曲をお渡しして聴いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。めっちゃよかった、めっちゃよかったね。あれが曲になるやで、俺らの一個やばすぎ、やばい。ただいま知らんのか、まだ知らない。視聴者の皆さんに喜んでもらえるよう全力で取り組んでください。はい、はいはい、そして結成記念に写真撮影をしてみてはいかがでしょうか。わー、やったー、いいじゃない。写真撮影、思い出を記録してより絆を深めてください。はい、場所は用意しているので、そちらでグループごとに撮影をお願いします。おい、面白い、楽しみ。結成記念やな。オッケーっす。結構かっこいいやつ撮れたんじゃないの。え、乗る？え、どうする？あ、わかった。8時間乗ればいいんじゃない。あ、起きたらいいね。ちょうどいい。行くよ。え、早っ。あ、早っ。押してない、10秒や。次何する？何する？あ、いいね。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。めっちゃいい。いいね。かわいい。ハート？いい思い出、いい思い出、うん、え、なんか被り物とかもあるじゃん。え、すごい。うさぎ、うさぎ、かわいい。え、難しくない？かわいい。これどうやらん、こ、なんかかわいい、垂れてるけどいける、かわいい、撮るか。いきます。あ、もう始まってるよ。まあ、いいですね。いいんじゃない。いい、いい、次次。あ、いいね。え、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。
ちゃいけつと待ってよ。え？バカしゅうりやけ。あっす。オッケーっす。楽しかったー。楽しい。楽しかったね。嬉しい。なんか決戦の日にさ、うん、写真撮るのめっちゃ嬉しくない？嬉しい。思い出に残った。言おうとしたいな。あ、いや言おうとした。すごい。じゃあこの後もね、うん、ポイトレもあるから。はい。頑張ろう。ね、頑張ろうね。うん、頑張ろう。頑張ろう。ウキウキ初めて初めてじゃん、どんな感じだろ、うん、全然想像つかん、うんうん、あ、よかったですね、いい、よかったです、決戦記念いいところ取れて、取れて、これからポイントで、はい、頑張ってみんなで頑張って違いましょう、頑張りましょう、おいおっす、おっす、お願いします、お願いします。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 はじめまして、グラビティというあのボイストレーナーチームからやってきましたボイストレーナーの永田と申します。今日は皆さんのボイストレーニングを担当させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずこれから。レコーディングしたりとか、あのとにかくまず体にあの楽曲自体を入れて人に届ける歌にしていかなくちゃいけないんですけど、その前に多分ちょっと基礎的にね、あのこれからみんなが取り組んでいくことっていうのは自分の体を楽器としてちゃんと機能させなくちゃいけなくて、今日はちょっとその基礎的なところをまずあの7人全員やってもらって、でその後あの楽曲をちょっとずつあの皆さんにちょっと歌ってもらって、うん、みんなに課題を渡して、はい、それでまあちょっとトレーニング終わろうかなと思ってます、はいはい、なのでまず、男女全員一緒でいいので、自分が鏡であの確認できるところにちょっと立ってみようか、発声のために機能させるブレスを吸い込むときに横っ腹意識してみようか、みんなちょっと横っ腹に手当ててみて、そのまっすぐの立ち方の状態で、で息を口呼吸にしよう、口で吸って口で吐く、で口で吸った時にこういう風に腹横筋、横っ腹の筋肉がパーンと外に張り出すってできるから、みんなできないって人手挙げて、なんかあんま感じられないとか、みんな大丈夫そうだね、女子は、うん、発音はで、男子もこの高さで出してみて、ちょっと高いけど、この音出してる間飛距離気にしてみて、鏡越しで見る自分よりもっと後ろ、あの後ろの壁をちょっと鏡越しに見ながら、そこまで声飛んでけと思って、さあ、はい、あー、そう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 、ちょっと鳴り始めたの分かる、自分たちで今音量も違うし響きもちょっと変わってきてる、その高い音程を支えるためにはブレスがすごく大事、筋肉がすごく大事、立ち方がすごく大事、あとは飛距離、ここから、ちょっと男女で分かれようかな。で、音域を男子と女子にもう適正な部分で発声メニューをこの後ちょっと進行していって、楽器としての機能を少し高めつつ、その後楽曲やろうかなと思ってます。OK ですか？はい。はいはい、発音を、マイ。マイ。うん。で、マイ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 。で、4人の音域も少しチェックしたいので、躊躇なく地声でいけるところまで行ってみてください、3はい、マイ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 
ープ、1人1オクターブ下で歌ってるやつがいるなちょっと待った、誰だろう。4人が出してる音程って別にそんなにずれてないし、声がすごく悪いわけでもないです。ただそうだな、声帯っていうさ2枚のひだがここに入ってて、みんなの場合喉ぼとき分かりやすいじゃん、男の子はここにあるじゃん。でこの中に2枚ひだがこう入ってて、そのひだがぶつかって音が鳴ります。緊張感ある状態で声帯をぶつけると高い音で、分厚くなっていって緩んでいる状態でぶつかると低い音になります。ちょっとインストで全員で一斉に歌ってみましょう。君に気づいてるのにわざと視線そらした、ああうキャラにはないんだけどキャラ設定に悩む、どんな人が好きと素直に聞けばいいかな、チューチュー、こんなにもエロビーラビュー燃えるかな、エロビーラビュー、目と目合ったその瞬間が信じられないくらい信じられるよ、エロビーラビュー燃える声エミネラビュー、何よりも大切今ぴたり隣にゼロディスタンス。ここめっちゃ高いよ、ちょっとサビやろうかな、ファルセット裏声。ああ出るね。これ多分ね男性そんなに苦労することなく出る高さなんだけど、流れでいくとこの音でいいのかなって一瞬切り替えるのがなんかね躊躇しちゃうというか。A メロやってみようか。マイクにがっつり入れてみて。聞こえました、うん、でまだ自分鳴らせてないって人もいるかもしれないけど、そこはちょっと鍛錬あるのみかな。ちなみに練習するときにピンポイントでその音程でやった方がいいので、上の音はソのシャープ、カナのカス、そうカーナのカ、ソのシャープね。でソのシャープからミに降りる、これとことん練習してみてください、うん、でその時にブレスすごい重要なので、ぜひ自分が歌うところに今じゃなくていいのでブレスマーク振ってほしい、歌詞にブレスマーク振ってある、なんかこういう V、 そう V だから君にの前にさ吸うじゃん、そしたら君にの前に V、 気づいてるのにの前も吸うでしょ、君にで一回ワンフレーズじゃん、頭の中で鳴らしながらでいい。後で多分チェックしたらこれ違ったわとかあるかもしれない。その地声と裏声の切り替えのこととかっていうの意識と、そこに対しての楽器の準備で、そこは絶対的に必要で、今歌ってみて、あここでブレス吸ってる時間ねえじゃんとか、ここで吸わないとまずいじゃんとかっていうのもあったと思うんだよ。でそれを仮歌の音源でもいいからブレスのチェックしてみてください。でそれ全部フルコーラス全部やっといて、はい、はい、ありがとうございました、はい、お疲れ様です。ありがとうございました。この音出してみようか、あーで一緒に出してみて、せーの、あーで、って感じで音程ほぼほぼ合ってます。ただ3人ともさ音程外したくないなの方がすごく強いから、まあでもそれもちろんそうだよね、ね、人前で恥かきたくないなと思うからさ、一回ブレスしっかり吸って声を飛距離
気にしながらちょっと遠くに目線やってみて、せーの、オッケー。もっとエネルギー使わなくちゃいけない高さにしてみようか。やってみましょうか。はい、うん、切り替わる。要は A メロがあって B メロがあってサビったでしょ。3人ともね、なんかね、次のセクションに切り替わる瞬間に弱気になるんだよね、声が、うん、で次の導入部でまたぬるっと入って、またしばらくしたらちょっと元気になってきて、もう一回ちょっと A メロやってみようか。はい、良さげだったらそのまま B メロ入ります。はい、はい、うん、だから B メロまで歌い切るつもりでもうブレスとかしてください。はい、いきます。ワーン、ファルセットちょっとやろうかな。裏声の多分切り替えが今どのタイミングで声が切り替わって、裏声ってそもそもどうやって出すんだっけみたいになるんだと思う。出さなくちゃいけないが、この音で鳴らしてみる。せーの、ブレスもうちょっとたくさん吸ってみようか。それで裏声当ててみて、せーの、遠くに飛ばすイメージ作ってみて、地声の時みたいに。せーの、喉の奥をちょっと縦開きにするイメージってわかるかな。で、母音の E で発音してるからさ、口は横開きじゃん。でも喉の奥はちょっと縦開きの感じ。せーの、綺麗になってた。誰だ最後これ残ってたの、誰一人だけ。さっき地声で飛距離気にしながらパーンと鳴らした時とかと、喉の奥で起きてることは違うでしょ。はい、うん、なんかこの違いはちょっと覚えた方がいいかも。地声と裏声の切り替えポイントとかもマーク、うん、色分けとかで何でもいい。自分で分かりやすいようにこうアンダーライン引いたり、裏声のところはこうやって囲い直してみたりとかで、整理整頓をフルコーラスやっておいてください。はい、で次回までにそれを整理整頓、はい、はい、っていう感じですかね。はい、はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。せつせせつつちょっと低いかな、もうちょっと低い。せつ
そう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 。でもあれなんか流れで歌うとちょっときついのかな。そうですね。多分。何よりも少しミックス気味でこう歌ったらいいんじゃないのかな。もう。もう大切。うん。だから今まさにそうかも。今ぐらいのテンポ感でやるというか。で、こうもういいより下は多分南浦君はあの地声で鳴らしてちょっとこう張って。響かせるでいいんだと思う、はい、っていうので一回ざっくり全部切り分けてみたら分かりました、うん、それで多分自分 の、 あのスイッチ入れるところとか切るところが分かるようになったらもうちょっとスムーズになるんじゃないか、はい、うん、分かりました、うん、頑張ってください。そうです、はい、ありがとうございます。 でもなとりあえずもっと練習するしかないからな。合わせるというかそもそも基礎ですよね多分こういうの出し方とかもそうだし全然知らんし俺知らんかったてかそもそも俺自分が何ができないんか知らんかった分からんとこ 言わなって言われたけどそもそも知らん自分が何できないのかレミレミよな聞こえる声の後に裏声無理なよな声から聞こえる声レミレミハクハクでもここさ全部フォルセットいくやん裏声じゃんLet me hug you 何よりも大切なんかねほんまに先生にねこう縦に開くようにって言われてさ縦にやったらさマジで音出るんよ。わかる。なんかねはっきりはっきり出んねん。そうえって思ったもん。わかる。違うって思った。なんか開くよな。そうねマジびっくりしたいのもそう恥ずかしがって目そらした時優しくここ息続かん。確かにここマジ続かん。続かん。マジここ一番続かんかも。ここえ確かにそっか思ったことない。聞いとった方がいいよ絶対今聞いた方がいいよ、ね、ここのさ息継ぎ聞きたくない。その後ここも聞きたい。あそうやな先生。すいません。先生教えてください、はい、ここって息継ぎありますか。ここです。困らせた脳に何もでもそのまま入ってるね、うん、その間八つあたりの前に吸ってる。はい、うん、他あるブレスマークで分かんないと。でさっき言った地声と裏声の切り替えって分かった。なんかこういう例えば、まあ、これ実際違うけどフレータのレータが裏声だったらこういう風にするみたいな。そうすると分かりやすくない、はい、ここだけ裏声とかそこで上に戻すとか、うん、それマイキングちょっと自分なりのものでもいいので作ってみて。はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。何よりも大切。そうそれ練習したらいいと思う。きれいやね。で2人は多分あのもうからですか。こういう地声こっからもう全部裏声してみる。はい。俺全然わからんかも。ピアノの音が切ない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 。そう何よりも大切。そこも結構高いよな。ああ君も同じだといいな。ああですいいな。君も同じだといいなってそのまま行くから。いやここはないです。ここは入れてないですか。なんか遅くなっちゃう。どうでしたボイトレは。うん、初めてのボイトレ。緊張した。もう基礎からね、うん、そうだねやらせていただいて、うん、最高でした。最高でした楽しかった、うん、頑張らなあかんと思いました僕らも、うんうん、頑張ろうね。じゃあ何ですかお手紙が。ボイトレお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、次回は7人全員で泊まりがけのレコーディング合宿を行います。おー合宿ってか泊まりがけ。泊まりがけなんですか。やば。夏ソング対決に関わる大事な楽曲制作になりますので、はい、気を引き締めて、臨んでください、はいはいはい、そして合宿を行う場所ですが
お、え、何？デデ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 デン。沖縄で行われる。やばい。沖縄。ほんまに沖縄。本当にですか？そしてもう一つ手紙があるのでキーボードの下を見てください。キーボードの下って。あれ？え、ま、それ開けた瞬間ドッキリでしたみたいなやつやめてな。デデデ。ほんま嫌やろ。怖わ。キーボードって何？あった。おおおおおお、なに宝探しみたい。さらにさらにもう一つお知らせがあります。おお、8月22日に4から京式海の家イベントを行うことになりました。いやいやいや、ずっと多くの視聴者の皆さんが訪れるので楽しい思い出を作ってもらうため、皆さんには盛り上げてもらいたいと思います。イエーイ。ここで、はい、対決の時間です。対決。海の家に来てくださった方に喜んでもらえるようなうちわを配りたいと思います、はい、そこで花吹雪飛ばし対決。イエーイ。花吹雪って何？髪めっちゃ切ったやつじゃない？そこで、はい、歌うときに大切なもの、それは皆さん何ですか？呼吸です。声量。おお、めっちゃ根本やん。そう、肺活量です。今からその肺活量を使った花吹雪飛ばしで対決してもらいます。勝ったチームは海の家で配られる内輪に写真が大きく、負けたチームはその横に小さく写真が大きく。いやだせ、いやだせ、いやだせとのことでした。はい、イエーイ、対決。せーの、ゴーゴーゴー、ジョンキュー。おい、これじゃあ俺らここでいいですよ。うん、じゃあ先で、はい、ふーってやればいい。そう、もう全部出すの。じゃあ3、2、1行ってください。はい、せーの、3、2、1。甘く見とった。そうじゃん。いっちまう。これやばいかもしれん。え、やばそう。パチるな、パチるな。え、なんで。一の達也、お願いします。お願いします。肺活量一の達也、見してくれ。やっぱり。じゃあ、いきますよ。せーの、3、2、1。やでしょ、鬼じゃん。俺はもう達也にしよう。え、絶対さ、え、大丈夫、難しいけど、ほんまに気をつけて。うん、はい、あ、気をつけます。頑張って。一番いい、頑張って。一番いい、一番いい。はい、せーの、3、2、1。お、すごい。おー、さっきよりよ。いいよ、いいよ。全然。え、これ、うん、すごい。ちょっと全力、全力やもん今ので。そうやんな。はい、行きますね。行きます。せーの、3、2、1。おー、残るのか。タツヤ、え、すごい。タツヤ、すごいっす、俺なんか。はい、ルリちゃんやったら。頑張ります。一番説得力ない。せーの、3、2、1。え、ほら、ルルちゃん難しいよね。2枚。いや、これ難しいよね。いきます。すいません、勝負ありました。勝ちました、ありがとうございます。ありがとうございます。まだ分かんないよ。いくよ、せーの、3、2、1。うわぁ、うまかったね。うまかったね。めっちゃうまかったぞ、だってマジ。1、どうしますか、ルール変更とかします？両チームが15枚ヘリと5枚ヘリ。それでもいいですか？はい、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 お願いします。ありがとうございます。ちょっと待って、今もうバレ、まだ2、3枚しか飛ばしてない気がする。あれ、頑張ります。はい、せーの、3、2、1。え、
増えてる。じゃあ終わらさせていただきます。終わらさせていただいてください。ありがとうございました。お願いします。終わらせるわけでやばい。いいよ、だって盛大にやっちゃっていいよ。はい、いいよ、いきます。3、2、1。やめよ。やっぱこれ戻ってくる。あれじゃん、あるぞ。やっとけばいいんや。あ、そうそうそう、それや、絶対それや。肺活トレーニング。待ってね。それじゃあ行くよ。そろそろもう何回もしつこいなと。そうだね、決めたいと思います。そろそろ行きます。せーの、3、2、1。あ、惜しい。頑張った、頑張った。いけると思ったよ。めっちゃ飛んでたよ。絶対だから、フーフーですよ。どうやってそれか顔入れるか。フーフーありですか。実践してもらいたい。お願いします。お願いします。はい、行きます。せーの、首結構いるかもな、力。あ、そうなんだ。首なんか鶏みたいな。そのちゃうらしい吹き方で。頑張ってね。はい、はい、行きます。せーの、3、2、1。あら、あら、あら、みんなさ、疲れてきますよ。じゃあもう終わらし、終わらしてください。夫婦戦法でいきます。オッケー。風船棒。ちょ、風船棒。そうそうそう。頑張って。で、行くよ。イメトイメト。これ結構キモいんやな。キモいよ。首の動き得意。行きます。やるよ、頼む。せーの、3、2、1。おい、行く。じゃあ一枚だけ入れとくから、それ吹いてみんなで喜ぶ。そうだね。ありがとう。ごさん。慈悲だ、慈悲。喜んでね、みんなも。オッケー。ちゃんとね、これね、ここか。いや、これ入ったもんね。俺入る方期待してる。一、せーの。入る。お、イエーイ。負けてばっかだ。海の家のイベント、はい、今のうちは僕らのが大きく写真は載せられてはしまうんですけど、はい、今日はまあみんなに来ていただけるということで、うん、はい、ファンの子に会える、はい、やった、嬉しい。そうだね、楽しみ、マジ楽しみ、めっちゃ楽しみ。頑張ります。頑張りましょう。はい、頑張ろう。昨日は頑張ろう、みんな、うん、楽しんで、はい、まあ、楽しむことを大抽選で、はい、頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。マイマイマイ。歌い分けを発表したいと思います。歌ことはウイトレ、ちょっと声が出やすくなってきてる。なんかもっと頑張らないとなって、練習しないとなって。一緒に頑張りたいっていうか、俺はお前らと一緒に降りたい。